3月のライオン後編河川敷近くのベンチに座り泣いているひなたそのそばで見守るレイ <laughs> なんでこうなっちゃったんだろう2年生まではあんなに毎日学校楽しかったのに千穂ちゃん あんんなにに悩んでたのにどうしてみんなかばうと危ないよってかばってたらあんたもやられるよってみんなに言われた通りになっちゃった本当はずっと怖かった 一人ぼっちになるのでも後悔なんてしないしちゃダメだめだだって私のしたことは絶対間違ってなんかない呆然と日向の方を見ているレイ小学時代ずっと将棋をやっているせいでいじめられていたのを思い出していた日向の言葉で あの頃の頃自分が救われたように思えたのだひなちゃんありがとうえ君は僕の恩人だ約束するよ僕がついている僕が一生かかっても君に恩を返すよ芽くん